はい、皆さんこんにちはパンダスタジオの中村です今回はブラックマジックマイクロコンバーターズ世界最小の usb 給電型放送コンバーターとしてこちらマイクロコンバーター hdmi to sdi ご紹介したいと思いますはい、こちらのコンバーター何を変換してくれるかというとまあ、文字通り hdmi to sdi ですから hdmi を sdi に変換してくれるコンバーターです 例えばまあ今のですね民生機カメラもそうですし例えばゲームの画面を出したいとかね、まあ、そういった形ですともう何でも HDMI 出力になっているかと思いますでもそれを業務用の機械につなげたいスイッチャーにつなげたいっていう場合だと SDI に変換しないとどうにもならないということが多いかと思いますあとは単純にね長距離伝送したいとそういった時も SDI ケーブルに変換するという必要が出てくると思います、まあ、そういう時に活躍してくれるコンバーターが HDMI to と SDI っていう形になります でこちらのコンバーターもですね 1080p60 までのあらゆる SDHD フォーマットを自動的に変換してくれますし、えー、SDHD フォーマットを自動変換そして2系統の SDI 出力レベル A およびレベル B 機器に対応しておって USB 給電をサポートしているという形になってます、ね。なので USB で電力供給できるものがあればこのコンバータを動かすことができるということですね。 でフォーマットね SD ビデオフォーマット HD ビデオフォーマット、ね、それぞれの P とか I とか、まあ、そういったことにも、ね、対応しています、はいまあ、詳しくはブラックマジックのウェブサイトで見て頂ければと思うんですが、まあ、あらゆる SDHD フォーマットに対応していると言っても過言ではないと思います、まあ、放送企画の、ね、SDHD ですねなんかこれから外れるようなちょっと複雑な解像度変な形の解像度では対応してないんですけどもまあ 放送で使っているような SDHD フォーマットにはもうスペカラーク対応しているというコンバーターになります。はい、でですね、まあ、どんな形になっているかというと、まあ、HDMI の口があって、まあ、この辺に USB で給電する口があります。で HDMIN と s d i アウトが2つという形になっています。はい、でこちらブロック図を見ると、まあ、こんな感じですね。HDMIN があってビデオオーディオで黒。 デコーダーがあって、まあ、これを SDI に変換してくれると。で SDI に変換する時はリクロックもしてくれてますよという感じですね。まあ、こんな形で HDMI を SDI にして。でマイクロ USB で給電されてますという形になっています。はい、例えばまあカ,メラカメラが HDMI しかないでもちょっと距離を伸ばしたいと HDMI だけじゃ心配で SDI にしたいと、まあ、そんな時にですね HDMI このマイクロコンバーター USB で給電できますから。 電源の問題もあんまり考えなくういざとなったらねモバイルバッテリーでも動くということですねマイクロ USB で、はい。ということでマイクロコンバータ HDMI と SDI のご紹介でした。